1820年と見られる妖怪絵巻物の一つである。描かれた妖怪は12種であり、そのうち、狐火を除く11種は、百鬼夜行絵巻や百怪図鑑などにも類例が見られない妖怪であり、言葉書きはなく、作者不詳の絵巻物である。幅約30センチ、長さ3メートル。水に関連した妖怪が目立つ。絵巻中では、狐火には名前に、 振り仮名がなく、本絵巻独自の十一種の妖怪はいずれも名前に振り仮名が書かれている。このことから、この十一種の妖怪は、振り仮名がなければ読み方すらわからないほど、一般的には知られていない妖怪であり、逆に狐火に振り仮名がないのは、よく知られたもののためとも考えられている。類例のない新しいタイプの絵巻とも言える作品だが、ため像、ため何か、言うよる境屋し。 マッピラ、左ダイロリなどは、妖怪の姿勢や態度から言葉遊びによって名付けた名称とみられ、こうした傾向は、熊本県の松井文庫所像の、百鬼役を絵巻にも、共通点が見られる。原所像者は、川崎市市民ミュージアム学芸員の湯本郷一。以下の妖怪の名称の振り仮名は、絵巻物に書かれた原文ママとしている。妖怪たちに説明書きはなく、現象もないため、 謎が多い。潮吹きなみまから上半身だけだし、像のような口から水を吹き上げた状態で描かれている。腕はあるものの、指というよりヒレのような手をしている。また、ビアナもある。口実する、馬間乳道や、ミツルメンと耳の描かれ方が同じであり、像のように大きい。名称、描かれ方からも、カッパと同様の水曜と見られる。 馬間入道入道系の妖怪であり、大きな鼻と大耳を持つ。瞳は赤く、白ひ髭を蓄えている。名前の馬肝はその名の通り馬の肝臓を意味し、死に至るほどの毒を持つという言い伝えがあり、漢方薬の名前でもあるが、この妖怪との関連性は不明。夕夜る境や死ひざまずいているような状態で描かれており、外見はガマガエルや肉塊のようにも見える。 皮膚に白い斑点がいくつもある。まっぴらい布のような顔をしているが、後ろ足が長い。赤いよだれかけのような布をどうに巻きつけ、爪は黒い。三つる面口を一文字にして睨みつけているような顔で描かれている。目の周囲が赤く、黒ひげを生やし、小さな青い帽子をかぶり、青い衣に赤帯、手は袖で隠している。耳も大きく、形は潮吹きや、 馬缶入道と同じ。一種、耳の形状で、人とは異なる存在と強調するのは、西洋の妖精、悪魔などの尖った耳にも見られる。同音語として、苦々しい顔つきを意味する、従面がある。左の利害圏はどう見ても蛇行したただの蛇であり、名称からも飛び跳ねると見られるが、多分に、言葉遊びが感じられる。カニキソンの体型は、顔面が前に出ており、 カニというより雲に似ている。大きな口に鋭い黒い牙が描かれている。波蛇高波が竜のようにうねった姿で描かれている。目はあり、二本の角と見られる表現がある。水曜、滅法海外に目と尾がついた姿で描かれている。ためぞ長い髪を振り乱した女性の姿で描かれている。ため何か下半身だけしか描かれていない。上半身は、 愚か足首も描かれておらず、他に例のない珍しい妖怪とされる。妖怪研究家大島清明は、えっと気ができないために意味が全くわからない妖怪愛好家の中で最も話題になっている妖怪と語っている。ありがとうございます。